All that this event can strengthen the relationships and yield more fruitful and productive collaboration in the future.あの食事イベントは一つのきっかけだと思ってますので、今後さらに広がっていくことを期待しております。この食事イベントはそういう意味でも重要なきっかけになる。私はそう思っております。大学で開催して、しかも経済の方々、いわゆる企業の方々も参加している。そういった意味ではいろんな意味で融合ができて、そして融合の中でその大学あのタイとチェンマイ、あのタイチェンマイ山形がつながっていくっていう点は非常にこう新しいつながりを持っているんじゃないかなというふうに考えております。It's become to look like the more connection, and after that, we have expand our connection, just not only from university, but also from the two cities, like Yamagata City and Chiang Mai City. 人的交流がとても大事だと思っています。長続きするには人的交流だと思いますので、やっぱりあの大学同士、若者同士の交流ということもこれからさらに深まって。拡大していく、そのことは行政としてもしっかり足を後押ししていきたいと思います。まあ、我が県のですね、それぞれの業界の熱意がですね、タイの方にも伝わったというふうに思っています。あともう一つはですね、チェンマイ大学との交流、これが非常に進んだというふうに思っています。